4月早々日向と影山という男子バレー部の新入部員2人がその身勝手さから沢村部長の怒りを買い体育館を出禁になるところから物語は始まる。これは後輩を思い孤軍奮闘する先輩の中の先輩田中龍之介の汗と涙と睡魔との戦いの記録である。くそ、何なんだ、なんで俺たちが体育館出禁になんなきゃいけねえんだ。土曜日の試合に勝てばいいんだろ。お前先輩相手でも自信満々だったじゃねえか。まずはお前のクソレシーブなんとかするぞ。クソ、まあ体育館は使えないけどな。ったく世話のかかる野郎たちだな。ここは一丁先輩として。うん、菅さん、明日も朝練は7時からですよね。え、そうだけど、いきなりなんだよ。え、いや、教頭の面の件もあったんで。おい、その話やめろ。すいません、大地さん。おい、聞いたか。ああ、朝練は7時から。ってことは朝5時集合だ。遅刻すんなよ。おめえだよ。俺が先輩としてお前ら後輩を受け止めてやる。ドーンと来い、ドーンと。田中、ニヤついてないでさっさとモップかけろ。おっす。4時か。先輩として起きねば。予想はしてたけど鍵閉まってる。せっかく早起きしてきたのに。しょうがねえ、入れる窓探すぞ。まだ暗えな。朝5時はよ。田中さん、なんでここに。7時前には切り上げろよ。おお、鍵、体育館の。決まった。田中さん、あざす。なんていい先輩なんだ俺。田中先輩と呼べ。田中先輩。もう一回。田中先輩。ふう、ごっそうさん。縁の下、昼休み終わったら起こしてくれ。おい、木下、田中のやつ弁当食い終わった途端寝ちまったぞ。顔になんか書こうぜ。やめとけよ。大丈夫だって。クリリンとかどう。は、おでこに点打ったら終わりじゃん。じゃあベタに猫型ロボット言っとくか。まずは輪郭を。おい、大丈夫だって、起きねえよ。いや、そうじゃなくて。よし、もうちょい。最後におひげをかきまして。おい、それよし、できた。それ油性マジックだぞ。あ、早く言えよ。なんだ、何やってたんだ。許せ、田中龍右衛門。さらば。え、龍右衛門。くっそ、あいつらめ、こんな顔じゃ外歩けねえじゃねえか。おい、田中、いた。あ、すいません。なあ、龍右衛門。大地さん、俺小さい頃から不思議だったんだよ。はい。こいつはロボットなのになんでいつも押し入れの中に入って寝てるんだろうって。すいません。やっぱお前くらい進化したロボットだと眠たくなるのか。本当すいません。もう決してあくびなんぞいたしません。4時、眠い、
まだ二日目か。持つのか、俺。もっと腰を落とせ！さ、来い！すいません。菅さんまで付き合わせちゃって。いいよ。俺は俺で好きで来てんだから。それより、昨日大地に怒られてたろ。ええ。あんまり眠くてつい。バカが前に飛ばさなきゃ取れねえだろうが。それにしても、あいつらは元気っすね。だな。お前体持つのか？まあ、俺先輩っすから。後輩のためには一肌脱がねえと。おっと、時間っすね。よしお前ら、ボール片付けろ。痕跡を消せ。もう一丁来い。おら。何やってんだボケ。こんなんじゃ試合に間に合わねえぞ。もう一丁。こら、いいから早く片付けろ。大地さんに見つかったら俺の身に何が起きるか。田中さん。なんだよ。じゃあ明日から4時半スタートでお願いします。な、4時半じゃ遅い。4時だボケ。やっぱ4時スタートでお願いします。お前ら物には限度ってもん。お願いします先輩。しかし4時から練習ってことは3時には起きなきゃ。田中先輩お願いします。3時50分だ。え、10分前には来て準備を終わらせて4時ぴったりから練習始めるぞ。はざーす。まあ後輩をフォローするのは先輩として当然の務め。さっさと片付けるぞ。おっす。田中、俺は5時にしか来ないからな。うす。3時か。ネミ、しかし行かねば。あいつらが俺を。先輩を待ってやがる。まだくれよ。先輩も楽じゃねえぜ。おっと、遅刻しまう。遅刻遅刻、急いでいたら食パン食わえたキヨコさんとドーン。あっ、てキヨコさん。田中、キヨコさん、これ落としましたよ。食パン！もしかして、キヨコさん、これを加えて。あ、恥ずかしい。おーい！あの声は菅さん。どうしよう。大丈夫ですよ。これは、二人だけの秘密です。ありがとう。キヨコさん、意外にドジっ子なんですね。もう。キヨコさん、キヨコさん。おいおい田中、起きろ。おい、すぐさん、キヨコさん。は？おい、もう何わけわかんなこと言ってんだよ。こんな校門の前で寝てんじゃないよ。ほら。大丈夫か？大丈夫っす。走ってきてちょっと一休みしてたら睡魔に襲われちまって。ほら行くぞ。うっす。おお、やってるやってる。はざまーす。はよーと、おっす。先始めてます。くそー、先輩としての威厳が。午前2時半。草木も眠る牛蜜時ってか。先輩の辞書に、安眠の二文字はない。はあ。午前3時40分。どうだ。20分前に着いたぞ。今日こそあいつらに先輩の意地ってやつを見せて。まさか。おお！
おらお、お、田中先輩、あざまーす。ざーす。おお、お前ら何時に来てんだよ。3時です。はぁ、3時よし、行くぞ。さあ来い。くっそー。午前2時、これってむしろこれから寝る時間だよな。しかし起きてやる、起きてやるぜ。俺は先輩だ。ざまみやがれ、2時50分だ。おっしゃ来い。おら、なんなのお前ら。はざまーす。お前ら一体何時に来てんだよ。2時に来ました。なあ、よし、ここで終わりだ。片付けるぞ。はい、おーす。もうダメだ、眠い。田中、外で顔洗ってこい。すいません。おい、もうちょっと離れてしけよ。お前が離れればいいだろ。え、何してんのお前ら。なんだよそれ。ん、これただの寝袋ですけど。だから、なんでそんなもん敷いてんだよ。もうここに寝泊まりしようと思って。はぁ、どうかしたのか。なんでもないです。田中さんも一緒にどうすか。うるせえ。ん、おい、何やってんのお前ら。いや、なんでもないっす、ほんと。おやすみなさい。おやすみってどういうことだ。え、いや、その、お、なんだその寝袋は。おい田中、一体どういう。うという悪夢を見て遅刻しました。すいません。お、そっか、お疲れ。先輩ってこんなにも過酷な立場なんですね。ほら、たった100本で寝てんじゃねえぞ。まだまだ、もう100本来い。ま、後輩にもよるけどな。